お伝えしたようにこの記録的豪雨で磐田市では川の堤防が決壊し大きな被害を受けました。この氾濫のメカニズムについて国土交通省は潜窟という現象が起きたのではないかと見ています。この潜窟、他の川でも起きうるため注意が必要です。今回の大雨で氾濫した磐田市の敷地川、周辺のエリアに甚大な浸水被害をもたらしました。床上浸水だからどうしてもね、あちこちダメなところがありますのでね、床桁じゃなくて浮き上がっちゃってね。この敷地川、去年の台風15号でも同じ場所で堤防が決壊。県は去年の決壊の際、大型の土のうを積むなどして仮の復旧工事を実施、2025年度までに改良工事を完了する予定でした。氾濫した磐田市の敷地川です。90度近いですね。かなり急なカーブになっています。この場所で当時何が起きたのか。昨日、国土交通省の緊急災害対策派遣隊が現場を確認し、今回の堤防決壊のメカニズムは潜窟だと見解を示しました。今回の部分だとおそらくですけど潜窟ということで堤防の下が掘られて、その勢いで堤防が壊れた、要するに堤防が掘られていったという形になりますので。潜窟とは激しい川の流れにより堤防の表面の土が削り取られることです。この結果堤防は崩壊し住宅などへの浸水を引き起こします。今回決壊したのは川がカーブした場所。潜窟は他の川であってもこうした流れの影響をもろに受ける場所で起きうるため注意が必要です。1年も経たない間に2度決壊した敷地川、住民は前回の決壊の後の行政の措置を疑問します。で、切れた場所は全部同じ場所、で切れてるもんだからね、もう諦めるしかないね。鉄壁のね、行政の方で直し方、土木でしっかりやってもらえないと、そこそコンクリートでも何でもいいでポンポン打ってさ、しっかり固めてもらわないとね、整うじゃないけどどうしようもないもんね。対応に問題があったのではとの指摘に対し、敷地川を管理する県は、一般的な工法で工事をしたが予想外の水量により今回の決壊に至ったとコメントしています。